ハンドチェック。はあ、クリティカルトリガー。効果は全てクロノジェットへ。俺たちのヴァンガードから出ていけ。かわいいなお前は。Let's begin on 3, 1, 2. Wow, these are cute. How shall I use these great cards? Please trade those with me. Try 3 next. Now on sale. Bushiroad. Vice Shorts, get ready to meet Poppin' Party. Enjoy the world of music with Kasumi and friends. Band Dream, Trout and Plus. Now on sale. Bushiroad.1号店ですか？ああ、お前に会わせたい人がいるんだよ。今から来いよ。来ないと後悔するぜ。セカンドステージはまだ先だし、時間あるだろ。すいません、神井さん、俺実は今日約束があって。心配すんな。約束って息吹だろ。それなら俺も行く。神井さんも？やっぱり。じゃああれはお前が追ってる鬼丸のことと何か関係してるんだな。ああ、まだ断定はできないが、お前の感じた通りなら星崎の葉は巻き込まれた可能性が高い。こちらも全力で対応する。そのあたりの事情に通じている人物とようやくアポイントが取れた。明後日会いに行く。そいつに聞けば全部わかるんだな。おそらくは。ま、どうせそれまで暇だしな。お？臨時休業？おかえりー。だ、クロノじゃねえか。早く期待させやがって。クラッカーが無駄になってしまったのです。なんでこのタイミングで来るんだよ。お前紛らわしいっつの。って呼んだのカムイさんじゃないですか。にしても久しぶりだな。少年よ、バンがってるか。はい、ご無沙汰してます。ショップ大会ってわけでもなさそうですけど、一体何の騒ぎですか？ああ、お前まさか何も知らないで来たのか？はあ、海外から仲間が帰ってきてさ。仲間？じゃあカムイさんが会わせたい人って。おかえりー。なんだかいじゃねえか。なんだとはなんだ。どうしてこんな時にわざわざ日本に帰ってくんだよ。たく思わせぶりな登場しやがってよ。お前らタイミング悪すぎ。とばっちり。甲斐さんまでユーロ第一リーグのトップファイターがなんでこんなところに？もしかしてわざわざその人に会いに来たのか？遅いな。どこかで迷子になってるんじゃ。そんなわけないでしょ。落ち着きな。お迎えに上がりましょうか。小学生じゃあるまいし。みんな待ちきれないって感じだな。そんなにすごい人が来るのか。海外って言ってたし。やっぱ俺見てきます。ただいま。愛知だ。仙道くんなのです。愛知。今度こそ間違いじゃねえ。愛知お兄さん。おかえり愛知。あの人がカムイさんたちの待ってた人。お兄さんおかえりなさい。ただいまカムイくん。おかえり。ただいま美咲さん。ただいまカイくん。ああ、愛知お兄さんだ。愛知お兄さんだ。落ち着きなってかね。チーム Q4 久々の集結か。そういやカムイさんがいたチームにはカイさんとミサキさん以外にもう一人メンバーがいるって。そっか、じゃああの人がってことはすごい強いファイターのはず。一体どんな人なんだ。君神道黒野くんだよね。あ、はい。そうそう、こいつが黒野です。お兄さん。お兄さん。はじめまして、仙道愛知です。君のことはカムイくんからいつも聞いてるよ。よろしくね黒野くん。あ、はい。そうなんですか。それじゃあまた後でな。あ、カイくん。なんだ。喧嘩しちゃダメだよ。するか。さあさあお兄さん、積もる話もありますけど、まずはファイトしましょう。ファイト。じゃあ次は俺な。抜け駆け禁止なのです。今日もお羊座の運勢は最強だぜ。すみませんね、一番手で。スタンドアップバンガード。立ち上がれ僕の分身ライドブラスターブレード。いや懐かしいな。今も昔も仙道くんの分身といえばブラスターブレードなのです。勉強だけじゃなくてちゃっかりファイトもやってたんだな。ヴァンガードにアタック。変わらないね。愛知は愛知だからね。ドライブチェックライド。めちゃバトラーぶった切るでアタック。ガードターンエンドです。おなじみの顔が勢ぞろいですね。うん、みんなずっと一緒だよ。でも姿や形を変えて成長したユニットもいる。湧き上がれ僕の新たな力ライドクラスターブレードエクシード。ああ、これが新しいブラスターブレードか。おお、グレード3だと。かっこいいですお兄さん。さすがですお兄さん。みんな行くよ。なんだ今の感じ。ずっと前にどこかで。よっしゃ次は俺様のターン。ストライドジェネレーションアタック。完全ガード。トリプルドライブ。なんだ。どうした。なんか変なんですけど、初めて会ったはずなのに前にも愛知さんと会ったことがあるようなないような。ふん、気づいたかい。勝者仙道愛知。あ、カムイさんが負けた。ふん、早かったね。すげえ、本当に強いんですね。やっぱお兄さんは強いや。カムイ君もまた腕を上げたみたいだね。やっぱアメリカにも強いファイターがゴロゴロいるのか。うん、英語版もあるし、あちこちで大会も開かれてるし。お前も後でファイトしてもらいよ。よし、次はこの森川かすみ様と宿命の対決だ。何が宿命だよ。次は僕なのです。ちょ、俺だっつの。まあ順番はだいぶ後になるかもしんないけどな。はい。あ、でも俺今日はそんなに長くいられなくて。お兄さん、そろそろ時間です。ごめん、僕そろそろ行かないと。そういや、お前らこの後どっか行くんだっけ。うん、ちょっと約束があるから。おお、行ってこい。この俺様にビビって逃げるんじゃしょうがねえ。ビビるかよ。おかえりパーティー7時からだからな。うん、行こう黒野くん。え、それってどういう。頼んだよ。ほら置いてくぞ。ちょ、カムイさん。じゃあ後でね。おー、はい、でね。じゃあなんじゃねえかな。Go! Oracle Think Tank, Dimension Police, Great Nature. Our packs are finally here. Vanguard G, we are Trinity Dragons. Now on sale, featuring SP Clan packs. Here comes Aqua in Love Live School Idol Festival. Introducing Aqua, a brand new school idol group. Let's tap along together. Join the club today. Buddy Fight X, the first booster pack of the new season. Power up your start deck with this booster. Lots of electrifying new cards. The Dark Lord's Rebirth, on sale April 21st. Bushiroad. Buddy Fight X! Two new start decks have arrived! They're both equally powerful! Now you can be a Buddy Fighter too! Buddy Fight X start decks! On sale April 21st! Bushiroad! そんじゃ、行きますか、2号店。え、2号店？じゃあ、愛知さんも伊吹と。うん、ま詳しくはあっちついてからな。Excuse me. Oh, is this train going to Takao Mountain? No, it's going to Shinjuku. The train going to Takao Mountain will be platform 1 and 2. Oh, thank you. お兄さん、お兄さん。ごめん、二人とも。え、アメリカの大学に留学してるんですか。うん、宇宙論とか天体物理学の勉強がしたくてね。今は夏休み。宇宙物理、銀河とかブラックホールとか、そんな。まあそういう感じかな。すっげえ。それじゃあ英会話だけじゃなくて英語で難しい文章を書いたりもできるんですか？お前な、もう少しマシなこと聞けよ。だってすごいじゃないですか、英語で大学の授業を受けるなんて。俺なんか絶対ちんぷんかんぷんですよ。任せろ、俺もわかんねえ。威張るとこっすか。黒野くん、喉乾かない？はい。あ、買ってきましょうか。いいよ、僕買ってくるから。亀井くんと黒野くんはここで待ってて。なんか不思議な人ですね。お兄さんがすごく気さくっていうか、本当優しい人だなって。ま、お兄さんは天然だよな。カイなんかと比べたらさ。俺そこまで言ってませんから。あ、それとどこかで会った気がするんですよね。そんなはずはないんですけど。じゃああの時黒野くんも僕のことを感じてくれてたんだね。お、ありがとうございます。あの時って1年前の戦いの時、僕も海外の仲間たちと参加してストライドフォースを送ってたんだ。ギアースクライシスとストライドゲートの時、全世界のファイターたちが送り届けたストライドフォースの中で、黒野くん、君のイメージも感じたよ。そっか、海を越えてイメージで俺たちはつながってたんですね。まだ時間あるし、お昼食べていかない？いいっすね。でも何にします？あ、じゃああれ。実は僕もカムイ君から黒野君のことをいろいろ聞いてたから、初めて会ったような気がしなくて。そうだったんですか。最初はとにかく不愛想だった黒野君がヴァンガードと出会って、友達を作るのもチームを組むのもいちいち苦労していろいろ乗り越えて、それをずっと聞かされてたら他人事とは思えないっていうか。カムイさん、一体何を教えてんですか？別にいいだろう、お前の成長記録だよ。お待たせしました。わあ、美味しそう。この匂いたまんねえ。いただきます。おお、ごちそうさまでした。そういえばずっと気になってたんですけど、カムイさんはなんでアジさんのことをお兄さんって呼んでるんですか？それはな、あいちお兄さんはいずれ俺のお兄さんになる人だからだ。はあ。いいか、あいちお兄さんは俺の女神エミさんのお兄さんなんだ。エミさん？ああ、あのバミューダトライアングル使いの。そっか、エミさんってあいちさんの妹さんだったんですね。うん、エミもあの時は楽しかった、黒野くんによろしくねって言ってたよ。ほう、よかったな黒野。けどなんでそれであいちさんがカムイさんのお兄さんってことになるんですか？それはたく、皆まで言わせんなよ。俺とエミさんが運命の赤い糸で結ばれてるからに決まってんだろ。でもカムイさんには渚さんがいるじゃないですか。だー！俺の前でその名前は二度と口にするな。わあ。いい眺めだね。そうだ、忘れてた。はい、これ黒野くんにお土産。ありがとうございます。1年前の戦いの時、僕たちもあっちでいろいろしてたんだけど、その時手に入れたんだ。ギアクロニクルの G ユニット。僕の周りにはギアクロニクルを使う人はいないから黒野くんに会ったら渡そうとずっと思ってたんだよ。すごい力を持っているカードなんだ。ジェネレーションブレイク8で発動する。え、GB8 ってことは表の G ユニットが8枚ないと使えないってことですか。マジか。だからこんなすげえ能力が。俺こんなの見たことないです。あいつさんジェネレーションブレイク8は幾度ものストライドを積み重ね可能性を追求した上でようやく到達できる遥か先にある未来、最大限のイメージを羽ばたかせたものだけが掴むことのできる力。どうかした？こんなすごいカード俺がもらうわけには。大丈夫、僕にはイメージできたんだ。黒野くん、君がそのカードを使って未来を超える姿が使ってくれるかな。はい、よかった、ようやく渡せた。すっげえももらったな。お兄さんのプレゼントだ、大事にしろよ。痛いっすよ。さあ行こっか。お帰りなさい愛知くん。シンさんお久しぶりです。いやあ、こちらに帰ってくるたびに凛々しくなって感無量です。そんなに変わってないと思うけど君たちも久しぶり。シンさん、伊吹のやつはまだみたいですよ。本部長ともなると大変みたいですね。ったくしょうがねえな。どうしますお兄さん。そっか、じゃあちょうどよかった。黒野くん、僕とファイトしてもらえないかな。いいんですか、ぜひ。おあいつさんと俺どんなファイトになるんだろう。あれってもしかして仙道愛知城アジアサーキット覇者の？こんなところにいるはずねえよありがとうございましたさて雰囲気が違う。これが本当の愛知さん始めようか。はい。スタンドアップバンダード。Welcome! Chrono! I heard my new card is featured! Yeah, Kazuma's and yours are both featured! We can become stronger together! Vanguard G, Rage and Clash of the Wavebanks, available April 14th. Look out for this campaign! Buy shorts! Start your school idol story with the members of Aqua! Relive your favorite scenes and bring it back on stage once more! Trial Deck Booster Pack, now on sale! Bushiroad! 石田、仙道君のお帰りなさいパーティーの準備を急ぐのです。おいな慌てんなよ、夕方からだろ、まだ十分あるじゃねえか。久しぶりだな、愛知とは。会のやつは結構日本に帰ってきてる気がするが、そりゃ愛知は学生なんだからそう簡単に行ったり来たりできないって。会とは違うってはいはい、おしゃべりはあと、買い出し行くぞ。はい。This war will yield valuable data. How boring! I shall show them true chaos.